手前甲州黒駒の勝蔵と申します。して大名さんは。わしの名は牧野藤十郎と申す者。互いに見知りおこう。よろしくお願いいたします。牧野の旦那。なんだ。甲州に足を向けたその時にはいつ何時でもこの勝蔵のもとを頼ってきた分ない。決して次郎長のような扱いはしねえつもりでござんすぜ。急いでちょうだいね。怪我はございません。いきなりおばんとさ。お待ちくださいませ。あ、お待ちでございます。おいら、なんかやばい。今お嬢様にぶつかったその時にお嬢様の財布がなくなったんでございます。で、大きな声を出して何かございましたか。実はでございますね。清願寺に寄付するお金のところにここまで来たはよかったのですが、あそこにいるお方とぶつかり財布がなくなってしまったのでございます。それじゃここにいる男と、はい、それでおい、こっちの話はどうなってるんだ。財布がなくなったそうじゃねえか。おめえは今じゃそして黒駒一家の若い衆かもわからねえが、以前はただしはこの辺りを荒らし回っていた金ちゃっきりだ。おめえが取ったんだろ。今日のところは許してやるから、さあいいから金を返してもらおうかい。投げるんじゃねえ。それはよ、昔は昔、今は今だ。以前は金ちゃんけるか知らねえが、今では黒駒一家のさっての発動だ。あそこにいる駒さんがね、足のことすり呼ばわりするんですよ。スリだと。おい、てめえ、うちのアソよ、盗っと呼ばわりしやがるのか。おいおいおい、え、何があった。しばらくお待ちを。おい、ハズ、おめえから親分に。おやめさん、おやめ、聞いておくんなせえよ。いや、え、最近、そこにいるお嬢さんと足はぶち当たったんですよ。それら、最後まで最後までおめえが取ったんだと、こんな言いがかりをつけてくるもんですから、足はちょいとあそこにいるお嬢さんに大きな声を出しちまったんですよ。なるほど、なるほど。おい、おまさん、おめえうちの若いもんが財布を捨てたとでも言いてるな。いや、おい、おまさん、俺と話がつけなけりゃ清水の次郎長をこれに出せ。お待たせしましょう。はい、今日は何があろうとも喧嘩口論ならねえと言ったことは忘れたか。福井さん、甲州の岡島と本日はわざわざお越しくださいましてありがとうございます。久しぶりだったな。して、うちの若い衆が何かを岡島とに粗相でもいたしました。俺に聞くよりにてめえんところの若い者に聞いたらどうだ。よし、行きます。はい。おめえさんが亡くした際ってな、こいつじゃございませんか。それは私とでございます。わしありませんか。はい。おばさん、はい、返して。わかりました。バトさん、よかったですね。さあ、それとおめえさんに聞きたいことがもう一つ。何でしょうか。この手拭いはおめえさんの手拭いでございますか。いいえ、それは私とではございません。おめえさんのものに。私でもございません。なぜあの財布が親分のもとへ。実は清源寺の忘れのことでちょいと疲れ果ててこの茶店で休んでいたが、ずっしりと重たいものが俺の足に落ちてきた。こいつは何だろうかと拾い上げて見てみれば財布だ。誰の財布だろうかと思っていた矢先表でこの有様だ。丸に初ここは天下も往来でござんす。目の前でそんなことをされたんじゃ止めねえわけにもいきますね。後のことは一家に帰ってから存分になすっておんなせ。俺に恥かかせやって、なけなしの金をはたいて死者ののれんをくぐらめえよう気をつけな。お会長、その心配には及ばねえ。で船入り船をかけもねえ。漁民でにぎわうこの港で仁義礼智信五条の道をわきまえたこの城長、指の曲がった古文士は持ち合わせちゃおりませんから、ご安心なすってください。それにたとえ銭に困ったところで遠い甲州まで出向いていって一文貸してくれ二文貸してくれと
そんなことは言わねえかな。そのつもりでおいでなせ。今なら金よ。黒駒合法建立の清雲寺でなる初の金。おまさ、へい。おまさ、へい。おにし、へい。よく聞け。時を知らせる六つの金とて、種目がたらにゃ迷路は出ねえ。この女の帳も相手がいなけれど、おや喧嘩はできねえぞ。いざ大衆演劇新時代。親分は年に一度お伊勢様に行くんだ。その道中のお供ができるってんだ。こんなに嬉しいことはねえや。だから早く行こうじゃねえか。お前は何者じゃ。へい、あしたの清水次郎長一家相模の琴美と申し出す。何か御用でございましたか。いや、次郎長一家の者か。へい、足止めをして悪かったな。ならば行け。それじゃ、ごめんなさい。清水の次郎長はいるか。いえ、うちの人はあるすでござすが。うちの人？お前は何者だ。お前さんも不作法なお人だ。人の名前を聞くにはまず自分から名を名乗るもんでござすよ。おお、なかなか申すな。わしは牧野藤十郎と申す者。清水の次郎長がいるならこの場に出せ。申し遅れました。私は次郎長の女房でお蝶と申します。なるほど、うちの人は今留守でござます。留守か。お待ちにわとり。うちはね、上下の分別をつけてあるんだ。見てごらんよ、こうして畳が敷いてあるだろう。履物ぐらい脱いでお分かりだね。おなと、誰に申しておる。マキノ2、マキノ2、トウ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 、
トゥーなのかどっちだ。どっち、トーフトゥー、トゥー、マジでトゥー、マジでトゥー、トゥーじゃないよ、トゥーじゃないよ、トゥーじゃないよ。いや、それじゃあ牧野藤十郎か。町の弔いが先だ。わけで謝るな。ついてこい。へい。へい。お前らあります。やだ。やだ、お前。おい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 。はい。黒子は一家の用心棒、牧野藤十郎だ。だと、それじゃあまたして魔法牧野藤十郎か。黒子は一家の野郎は、足をこんな姿にしただけじゃねえ。親分のお伊勢参りのことを嗅ぎつけて御湯坂での待ち伏せだ。親分、あしゃね、卑怯見るんで逃げてきたわけじゃねえ。親分、どうかそいつだけは分かってもらいてえ。トビ、すまなかった。おめえさん、女房どころが身内までこんな姿にさせられて指をくわえて黙って引っ込むわけにはいかねえ。これがまずい。ここが一回殴り込みだ。てめえら、トミを守れるか。トミ、この城主と死ぬ覚悟がおめえにあるか。お前たちなら少し
詩は使えるだろう。さらばじゃ。このお寺の器だ。だったら二番だ。この小遊が受けて立つ。ことみは、死のまた一度。
夜が明けてみえりましたね。夜明け鳥が飛んでおりますし、よく見ろおめえたち、空飛ぶ一羽鳥でさえ